今回は副業の一つとしてウェブライターなんていかがでしょうかっていう話をしていきます。こんにちは、この早直島です。近頃では在宅ライターとか副業ライターなんて言葉よく耳にしますよね。自宅にいながらも文章を変えて収入につながる、これはね、とてもいい働き方ですね。在宅ライターとか副業ライターのメリットとしては、通勤が必要ないとか、未経験でも OK っていうこととか、年齢関係なくできるとかって、あとは資格が必要ないとか、いろんなメリットがあります。自宅にいながらネットで受注から納品までを完結できちゃうっていうのは非常に理想的な働き方じゃないかなというふうに思います。で、ウェブライターの仕事が非常にいい仕事だということは分かったんだけれども、どうやって始めたらいいんだってことなんですよね。まず理想的なのは、自分でウェブマーケティングをして集客するっていうのが理想的だし、ずっと続く持続性の高い方法だと思います。でも、ただいきなりネット集客とかをやるっていうのは難しいと思う方もいるので、最初はランサーズとかクラウドワークスとか、そういったクラウドソーシングサービスを使うのも一つの手じゃないかなというふうに思うんですね。まあ、この辺についてはウェブライターとかってググってもらったり、ウェブライターに関する書籍もたくさん出てるので、そちらを参考にしてみてください。で、ウェブライターっていうと何を書くんだですね。ライティングなんで、何を書くのかっていうと、たくさん書くものはあります。で、その分だけ仕事もあるんですよね。例えばブログ記事のライティングだったり、あとメールマガジンのライティングだったり、 EC サイトのライティングだったり、セールスコピー、セールスライティングだったり、アフィリエイト記事のライティングだったり、あるいはあと書籍のライティングだったりっていうふうに、いろんな書くネタがあります。その分だけ仕事があるので、得意なところからとか、経験があるところから、あるいは興味があるところから始めてみてください。で、最初単価は低いと思います、ね、ただ諦めずコツコツと仕事の数を増やしていくとか、経験を積むことでだんだん値段は上がっていきますので、ぜひお試しください。はい、ということで今回はウェブライターという副業についてお伝えしました。ウェブ上のコンテンツっていうのは、これからも廃れることはありませんし、ずっと残っていく資産なんですね。その分だけ需要があります。なので一つのきっかけとして、ウェブライターっていうものをちょっと頭に置きながら調べてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。